札幌なまら TV 北24条アポなしぶらり旅、よいしょ、お願いします。札幌なまら TV、 今回ですね、この3人で北24条界隈をぶらぶらしまして、いろんなお店を巡って北24条の魅力をお伝えできればなと思っております。はい、まあまあ北24条は、はい、若かりし頃は僕らここら辺住んでたんですよね。噛みますね。噛みました、私2回ぐらい甘噛みしてますよ。噛みました。いや、誰に聞いてるんですか。誰に聞いてるんですか。通行人の方に、綺麗な女性の方に噛みましたね。あ、噛みましたって。なぜ急にこういう企画なのかと言いますと、森合デイスケがですね、この後お仕事が詰まっているということでございまして、ロケ時間がないので、急遽この企画にしました。なるほど、はい、あなたのスケジュールでって、いや、ちょっと待ってお前レギュラーか、お前いいじゃないですか、もういつの間にか、お前どうですか、森合くんは北24条は来ますか。全然来ないです。帰れ、なんでだ。してお前のスケジュールの都合でなんかこっちも焦らされて、お前ちょっとアポやっていただきませんかね、これアポ担当にします、僕らが、じゃあ僕らが気になるお店こうやって見つけますから、はい、そこに迅速にアポ取っていただいて、ね、で、お店紹介しましょうよ。ちょ、お前振り落ちたら顔おかしいだろ。全部僕がアポ取るんすか。そう。いや、それ簡単に言ったらマシリーぞ。違う、言い方考えろよ。違うよ、アポ取り得意なんですよね。いや、まあアポ取りと言ったら僕っていうぐらい得意ですけど、まあ日高町で取れてはいなかったけどね。そうだよね。だからちょっと、わかりました、そこまで言うなら、あなたに、はい、今回のアポ取り全部任せます。任命します、はい、そこまで言いました。撮影許可もそうですけど、はい、一応、番組やっぱりバラエティなんで、恒例のおねだりじゃんけんの方も交渉お願いします。いや、ハードル上がってます、はい、今ルール出てますけども、おねだりじゃんけんの方 ねここまで、はい、アポ取りの担当が決まったところで、早速北24条を探索する3人ですが、何やら元木が気になる場所を見つけたみたいです。こっちにね、はい、これメトロビル、いいじゃないですか、これミーシャ、ここのビルはミーシャカジュアルスナックミーシャ、いや、まだ開いてないでしょ、スナックは。じゃあミスティは、ミスティどこにある、スナックじゃねえかしらミスティってお前ミスティ、いや、スナック多分開いてないって、7時ぐらいからだ多分。じゃあジュンブライド行こう。ジューンブライド、スナックじゃん、それお前。いや、なんか開いてないって言ってるから、空いてないのか、あ、そっか、そうだよ、お前。これは急にたこ焼き、お前スナック、スナック、スナック、たこ焼き、でも酒場だよ、気になりません。でも意味ちょっと分かんない。いや、たこ焼きだけじゃないよってこと、お酒もあるよってことでしょ。なにわ味、たこ焼き、鉄板、つぼ、つぼ飲み放題とかもあってる、やっぱたこ焼きメインなんだね。あれ、あそこ森屋いない。あ、ほんとだ、あの金色のやつ。いや、あれビリケンですよ。ビリケンさんでしょ。いや、ビリケンさんはね、縁起がいいんだけどね、こっちのね、森ケンはね、縁起が悪いのよ。全然以上なんですか、森ケンはね、そうっすね、縁起が悪いのよ、ね、番組にとっても縁起悪いからね。いや、大丈夫、大丈夫、そんなことないです。森ケン、はい、このアポ次第、そうだね、これでお前が取れたら、はい、もう、森ケン札幌なまら TV のビリケンイコール森ケン。またちょこちょこ本編にこうやって来る可能性出てくるわけですよ。それどうかな。いや、そうじゃないですか。いや、なんでダメなんですか。アポ取れてんのに。いや、全然可愛くないですよ。全然可愛くない。まあまあまあ、行きますか。行きます。身だしなみちゃん、大丈夫。ああ、大丈夫、大丈夫、はい、OK だ、はい、はい、お待ちどうさま。はい、はい、お待ちどうさま。うまい、はい、お待ちどう、うまー。すすきのの中心でうまいと叫ぶ初都市。小さな感動、小さな変化を感じてみませんか。高い技術と高いコスパ、ドキドキワクワクをお客様と一緒に。地下鉄学園前駅から徒歩3分、リトルウィング。 Are you satisfied? 味に満足、ボリューム満足、こだわりのラーメンが1杯450円から。満足ヌードルラーメンハウス。 Are you satisfied?
La gente dice che il vino bianco si sposa bene con il sushi, ma penso che il vino rosso vada bene. Mai. Questa estate è decisa da gioia. この長さ取れなかったっぽいね。早すぎてもダメだね。笑ってるけど。笑ってるね。来た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 。あれ？マジ？マジで？もうちょっと来た。来た。はい。今なんかこの長さ取れてないかもみたいな話してませんでした。いやまあちょっとね、じゃないかなって予想はしてましたけど今全然本当お二人そんなマジ舐めてもらえちゃ困ります。マジで。そうですか。はい。ということは、アポ取り本当に成功しました。もうリアクション取りづらい。リムリアクション取りづらい。今のちょっとリアクション取りづらかったんで、はい、一回断ってきてもらっていいですか。なんでですか。初期の店行きます。初期の店ダメですって行かないで OK してくれます。リズムがちょっと俺ら乗り切れんかったから、うん、大丈夫大丈夫です大丈夫です。じゃんけんのくだりももう OK マジで、はい、すげえな。ほらそうなんだ。うわすごいすごいすごい。ここは見る初めて入る。うわうまそう。あそっか、やっぱりホルモンとかもあるのよ。うん、すいません、よろしくお願いします。すいません、急にお邪魔しまして。ありがとうございます。失礼いたします。すいません。こういうお店、いい感じの。ああ、そうですか。いいですね。いいですか。ちょっと、もう座らせて、はい、行きましょう。あ、この中にもあってね。小野さん、この店ってちなみにいつぐらいからやってるんですか。半年前ですね。あ、さあ、新しい、まだ。あ、そうです。そうなんだ、新しいお店なんだ。え、関西の方なんですか。そうですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ本場の方が焼く鉄板焼きたこ焼きですね。やっぱりね、いいですね。本場の方がいいで、ね、で何かですね、ごめんなさい、本当急にありがとうございます。おすすめを一品ご紹介したいんですけども、はい、何がいいでしょうかね。あ、じゃあ、お焼きなんですけど、でもなんかこっちの人、焼きそば好きです。あ、焼きそば好きですね。焼きそば好きですね。好きですね。お、行きますか、はい、じゃあ、これは関西旨辛焼きそばですか、はい、あ、じゃあそれを一つお願いしてもよろしいでしょうか。はい、安い安いな、おい。たこ焼き、ど定番、コクうまソース4個で300円、8個で500円。うん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 。これ本格的なたこ焼きなの、安くない。安いよね。あ、来た。あ、来ます。あら、鉄板で、鉄板で来ました。この太麺がいいのよね。いいですね。これ600円。この3人の食べる姿勢がすごい。すごい。すみません、誰か胃の一番に行くかみたいな、うん、一杯のかけそばみたいなやってるけども。でもさ、ここはさ、すみません、はい、俺は先輩だけど、うん、アポを取ってくれた森健じゃないの、ここは。いや、そっか、そうだな。いいですか。頑張ってくれたもんな。頑張ってくれたからな。じゃあ、いただきます。はい、お願いします。うん、うわっ。何今の斬新な食リポだ。ムクムクムクって言ったぞ。めちゃめちゃ美味しいですよ。え、味はやっぱ辛みはある。うま辛っていう感じなんだ。食べた最初の一口目に辛いっていう感じよりかは、うん、こうやっぱ噛んでくると、うんうんうん、旨味の中に辛さ感じてきますけど、まずやっぱりそのこの麺のもちもち感、すごい麺食べてるっていう感じがする。噛み応えがもうたまんないですね。うわー、うまそう。いただきます。うわっ、あっぱっ。お前、あっぱっ。お前も似たようなもんだぞ、オリアイと。鉄板がめちゃめちゃ熱いけど、うまい。うん、そろそろじゃあ、うん、卵割りますか。割りましょう。あ、いいですね。おいしい。うわー、うまそう。ここに麺がくぐらせて、うわ、絶対うまいよそれ。はい、ちょっとアップしましょう。ちょっとアップしましょう。あら、美味しそうですね。ありがとう。すぐうまっ。すぐ受け入れたな。さあ、ここでご紹介しましょう。うつぼ
というお店でございます。はい、壺じゃなかったんですね。そうなんですよ、うん、壺というお店のオーナーさんです。古賀さんです、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。オーナーさん若いですよね。いやーそうですか。いくつですか。36になりました。ああ若い若い。そうですね。そうですよね。古賀さんと今回は、はい、まあ森谷くん取りましたからね。はい、そうですね。メダルじゃんけんは、はい、森谷くんですよね。あ、いいですよ。まあ今持ってますからね。あ、まあそうですね。で、まあ3人で言ったらじゃんけん一番強いし、ね、そうですね。オーナーさんと森谷がじゃんけんしていただいて、我々が勝ったらこの焼きそばのお代を無料。はい、大丈夫です。はい、はい、我々負けたらお支払いします。はい、まあ当たり前なんですけど、そうだよね。とりあえずこんな茶番に乗っていただくと、いいオーナーさんということで、ありがとうございます。小川さん、ありがとうございます。いきます。最初はグーじゃんけんポン！あー！あー！あれー！いや、なんか、なんか、なんか腹立つ。いや、いいんだよ。いいんだよ。当たり前だからね。うん、まあまあそう。普通だから、それは。そうですね。うんうん。まあまあまあ、そうだよね。うん、はい、持ってる感じが、中途半端な感じですね。いやー、そうですか。そうきましたか。申し訳ない。いや、すいません、そうなの。ほら、そういう気持ちです。お部屋探しならアパートマンションハウス、経験豊富なスタッフのネットワークを生かし最適なお部屋をご提案いたします。不動産のことなら中央区南6条西7丁目アパートマンションハウス。函館の夜を楽しく過ごしませんか。誰もがリラックスできる落ち着いた空間、函館を代表するスナックといえばクラブリーベ。最新のニュースです。リサイクルショップライズの出張買取訪問が好評のようです。引っ越しする際の不要品、処分がもったいないものなど、即日対応のスピーディーさがユーザーに受けています。リサイクルのことならライズまで。東区役所前から徒歩30秒、北11条東8丁目高岡ビル1階、ビルの中通路を進むと札幌麺屋文太郎。一杯の焼きそばだったんで、はい、ちょっとお腹も逆に空いてきましたね。ああ、そうですね、スイッチ入っちゃいました。スイッチ入っちゃいました、はい、美味しかったね。でもね、美味しかった。うつぼさん、うつぼさんなんだね。俺らつぼつぼって言ったけど、うが前についた、はい、うつぼさんです。うつぼさん、北24条を探索する3人と、ここで気になるお店発見。まあ、気になるよね。中華バル、中華バル、サブロック戻る。中華、あ、でも人気メニューとか出てますね。チン麻婆豆腐合ってんのかな。チン麻婆豆腐。あ、でもそうですね、うん、じゃあちょっといいですか、行ってみますか。はい、僕はちょっと中国語喋れるんで。あ、そうだ。マジで自己紹介ちょっと。自己紹介もできるんですよ。うん、自己紹介。わし、シジョウヤヤン。これ、なんて言ったんですか。僕はコメディアンです。あ、そうなんだ。はい、俺ら知らないけど、本当に。いや、本当です、適当に言ってない。いやいやいや、本当です、本当です。はい、サブロックさん、お願いします。はい、お願いします。わし、サブロックおい。なんかダメなような気がするっすね。来たよ。来たね。あら、このパターンちょっと早いな。でもさっきも早かったからね、意外とね。まあまあそうだね。あ、ちょっとだけ浮かない顔してるから。ぐらい分かりやすいっすね、この人。なるほど。うん、まあまあ言いましょう。まあまあ言いましょう。どうでした。はい、アポ取り。はい、やっぱ頑張って、中国語でいろいろちょっと喋ったら、うん、まあ店長さん日本の方だった。いや、まあそうでしょうね、言ってたでしょ、あなた。話した結果、はい、オッケーでした。マジか、おい。マジでオッケーなの。オッケーなんですよ、優しいです、24条の方。あの、チンってついてるチン麻婆豆腐をいいですか。ありがとうございます。チン麻婆豆腐いけました。いよいよチンの謎が、ね、分かりますね。あの、チン一つって言ったら通じましたね。そうですね。めちゃめちゃメニュー多いね。多いね。あった。あった、チン。チン麻婆豆腐。うん、時
家製調味料の宝庫四川伝統の一品。これはうまそう。四川麻婆豆腐。四川の麻婆豆腐うまいよね。ちょっとあの山椒がグッと効いてるような感じのね、スパイシーな感じ、辛めな感じの、そうだよね。来ました来た来た。うわーすげー、こんなにグツグツ言います？こんな感じですか？これが小田さん。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回、ね、こちらがチン麻婆豆腐。はい、これなんでチンが頭につくんですか？チンはチンおばあさん、おばあさん向こうの、はい、こっちで言う佐藤さん。あ、はい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 、はい、でチンさんで、はい、チンさんの朝っていう字、まあ、はい、あれが田端の多いって言って、あの物物の多いおばあさん、はい、まあ、坊でおばあさんですから、ね、まあ、坊、はい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 、アバタのおばあさんが作った豆腐料理っていうのが、あー、え、最初なんですか、麻婆豆腐の由来というか。そうです。うわー、あ、すごい豆腐の量、すごい入ってますね。めちゃめちゃ豆腐、熱いからな。うん、熱いから気をつけるよ。うわー、うまそう。熱いからな。うわー、うまそう。熱いっすよ、絶対これ、うん、絶対熱い、グツグツいってるもん。そうだ、気をつける、気をつけるよ、気をつけろ。だからもう、あのうまさと熱さをちゃんとレポートしてください。気をつけろ、気をつければいいんですね。お願いします。本当に火傷しないように、火傷しないように、じゃあ気をつけていただきます。いただきます。全力でいったら熱い。それはあの、森谷君リアクションできないぐらいの勢いでいったよね。いきましたね。それもある意味失格なんですよ。それね、一番ダメ。こういうことでしょ。うん、でも違う。違ったの？その間ぐらいで言ってほしかった。ね、じゃあ僕たちがいただきましょう。そうですね。いただきます。うわ、山椒効いてる。あ、おいしい。本格的だね。うん。こんだけ辛いからこそ豆腐の甘みがすごい感じるよね。これがやっぱ本場なんだね。うまいっすね。どうしてもさ、このあんが甘いとかあるじゃない、うん、そうじゃなくてやっぱ豆腐が甘いっていうのがこれ本格なんだね。こちらのお店、はい、ね、お昼も営業してるじゃない。こちらにね、ランチタイムが11時半から2時半までなんですけど、ありますよ、うん、ね、新麻婆豆腐ご飯。おお、え、食べたいね。あ、いいですね。790円。最初はシャンルー食いでじゃないですか。お前全然受けてねえじゃん。お前もう少しお前詰めてけ、詰めてけ。お前小田さん日本人だからね。そうだよ。あ、そうそうそう、じゃあ行きますよ、お客さん来てますよ。そうですよ、急いでください。はい、最初はグーじゃんけんポン。あー、 OK です、大丈夫です。ありがとうございました。すいません、お忙しいので、はい、もう持ってもらって、はい、払いますから。すいません、ありがとうございます。森谷君、アポ強いですけど、じゃんけん弱いですね。ね、ちょっと今日おかしいですね、ペースが。いやでも、まあ、まあ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 ね、無理やりね、営業をね、この時間割いてもらって。源泉 100% の天然温泉、くつろぎの空間で心も体もリフレッシュ、気持ちが休まる和みの時間、苫小牧日帰り天然温泉和みの湯。ハイクラスな大人の空間、リーズナブルな料金設定、南四条西三丁目第三グリーンビル4階メンバーズダン。冷凍では味わえない本物の生ラムを炭火で、ビール、ハイボール、焼酎や日本酒も豊富、各種宴会プランも生ラム本舗。さっさとやっちまいな。へい。ん？株式会社ワプラスとは。武蔵会館とか。あ、行ったことありますよ。ほら、年季入ってますね。武蔵会館いいじゃないですか。行ったことありますよ。うん。え？このビルは行ったことありますよ。本当ですか？うん。ヒロキさんにゆかりのある
お店かありませんか。あれパトラじゃん。あれパトラじゃんって。あれパトラじゃんって。パトラ向こう側じゃなかった。タイガービルだって。そうだよね。まあ僕たちね、うん、あのお世話になったことがある。そうなんですよ。あのパトラママって呼んでるんですけど、うん、あの占い師の方なんですよ。で飲み屋もやられてて、うん、でプライベートでも行ったんですよ。はい。なんか除霊師にもらいしてもらいに行ったんですよ。そうなんですね。あの番組で、まあ、別番組なんですけど、ええ、番組でそのパトラママに生き量と治療が一体ずつついてるあなたはって言われてそう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 。でその時の収録すごかったんだよ。そう、なんかその話をするごとに電気消えたりとか、結構ね時計が逆回りに回ったりとか。怖っ。めちゃめちゃ怖いじゃん。だからプライベートっていうか番組収録終わったからお邪魔させてもらったの。何でもだったら違う例ついてるかもしれない。ついてるかもしれない。いや最近でもね、ちょっと肩重たいのよ。いや見てもらいましょう。見てもらいましょう。それちょっと上がって正面です。このビルに転してこういう雰囲気出してますね。出してるね。ヨガがちょっと待って。じゃあヒロさん行きます。ちょっと待ってる。まず開いてるか。開いてます。失礼します。あ、いいよ。お疲れ様です。覚えてますね。アポ取り、オッケーです。途中で来んなよ。ほら、いや、オッケーな流れだったし、俺もお世話になってた。いや、何お前が最終的に取ったのか。いや、違う。いや、オッケーな流れだったよ。いや、苦戦してたかなと思って。俺も援護射撃行こうかなと思って。全然してないです。ん？なんでそこ前に出てくるの？おかしい、おかしい。生き量ついてるわ。お前、パトラじゃねえだろ。お前、占いしても何でもねえよ、お前は。オッケーだね。オッケー。改めて、行きましょうか。じゃあ、すいません。行きましょう。スナックパトラのパトラママでございます、はい、よろしくお願いします。はい。まあでも、うん、ね、お店の方にも書いてましたけど、うん、まあ、例えば他のメディアさんでもいろいろと、そうそう、有名な方ですね、やったりとか、あとコメンテーターとかですね、いろんなところ出てますんで、うん、まあ、もちろん知ってる方もね多いと思いますけど、そうですね、今回は改めて、はい、お邪魔させていただいて、はい、まあ一応、はい、飲み放題が3,500円でやってます。はい。それに占いはついてるんですか。まあ、ついてます。チャームもありますので。そうなの。そうなんです。またうちの相方がですね、なんか重たいっていうまあまあまあ僕そうなんですけど、うん、まあまあまあでもね、みんなもやっぱりちょっとずつ不幸抱えてるじゃない。なんかなんやかんやそんなことね、生なメンバーもね全然不幸じゃねえ。なんかこの中でちょっとなんかこいつは占っといた方がいいなみたいなやついます。3人3人の中でパッと見てもらって、オーラがおかしいぞみたいな、パッと見この感じで一番ヤバそうなやつパッと見ていただいて、はい、お前だろやっぱり俺なんだやっぱりお前だろお前。まあまあそれ何もスムーズには言ってるけど、体調的に少し調子が悪い。もう悪いです。結構悪いですね。肩も痛かったりとか、まあいろんなとこ痛かったりとかしますけど。まあ状況見ていきますか。何なんでしょうねそれね。ついてるの？ついてるの？いやついてると思いますよ。おお。さらっと言ったけど。ついてんのよ。やっぱついてついてんの。またつくのよお前。リターンズ？リターンズだよお前。リターンズし、あのリターンズの。ほらまた枕の下にお札を置かないとお前。いやでも同じ例じゃないでしょ、戻ってきたの。わかんないわかんない。女性の方だと思いますよ。ちょっとこれやばいのかな。そのためパトラさん怖いっす。いや、そのためっていうのか、やっぱりあれでしょう、いろんな感じで、あの、なんて言っていいのかな、逃げ切れない、悪魔の逆なんですけど、でもやっぱりね、トーンも出てるから俺に霊がついてる。うんそれは、女性の霊がついてる。女性の方、もともと女性がつきやすいから、男性よりで、悪いわけじゃないんだけど、だからあの情けとかそういうものに対して、だから、なんだろうな、つきやすい方なんですよね。スッとなんかスッと入りやすい、きやすい、うん、今回も女性が一体、うん、だまあ、女性ってまあ隠れてる場合もあるんで、うわびっくりした、びっくりした
大丈夫です。今撮影入ってますから大丈夫。びっくりした今。うちの常連客さんなんですよ。すいません、 お世話になってます。家自体はどうです、引っ越ししました。引っ越しはまあ4年前ぐらいにはしたんです。そう、4年後にちょっとなんとなく来てます。前はそれよりは引っ越ししてからなんとなくおかしくないですか。そうですね。そうでしょ、この家自体が悪いんじゃないでしょうか。この家はどういう家、自分で買った家マンション、マンション、マンション、賃貸です、賃貸。なんか、結構広い家なのに、家賃が安いんですよ。やめろや、お前。本来だったら、その家賃じゃ住めないんだけど、だから、事故物件じゃないけど、そういうなんか、確かにそうだよね、湿気とかもすごい多いし。家でさ、空気清浄機なんかやってる？清浄機やってないですね。やってください。簡単な浄化なんですよ。ああそうなんだ。だから空気きれいにすることなんですよね、マイナスにおいては、だからよく開けっぱなしにしてとかなんか言うけど、なかなかできないじゃないですか。まあなかなか竹とかさとかできませんよね。そうなんですね。子供とか空気清浄機一番いいんですよ。ちょっと高いかもしれないですけど、それでまず一つと、はい、これ入るときは絶対あの粗塩でいいですか、ね、塩をかばって入れてもいいから、とにかく日本酒入れてお風呂の中に、お風呂の中に絶対湯船ついて湯船の中に入ってる。あんま入ってないですね。だから良くないんだよ。ああそうなんだ。温泉とか行ってる？温泉行ってないですね。行ってください。柔らかく言ってるけど多分相当なんだろう。だからこの本当にお店で飲んで占ってくれてる時はもっとこう、そうだね、ディープな話もしてる。テレビサイズで話してくれてるけど、ね、俺多分とんでもない状況になってると思う。そうですね。だから後日来た方がいいと思うな。レッドカードペッ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 、どうもパトラです。ありがとうございます。いやパトラ目立ってるじゃん。てか前に行っちゃったから。すいません。はい、じゃあ行きますか。ではピンポンということで、あ終わりましたね。来ました今 LINE が。携帯が来ましたね。はい、だいぶ いいようにピンポンってなりましたね。ということで今回ね、生の TV、はい、パトラさんで終わろうと思いますけども、はい、やはりですね、ヒロ君の結果ですね、あんまり良くない結果出ましたん で、この後ですね、時間を作っていただいてパトラさんでね、もう一度しっかりとカウンセリングしていただきたいと思います。ということで今週の札幌生の TV はここまで。皆さんまた来週です。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもパトラさんで売るなってもらってね。24条西4丁目武蔵会館です。はい、1の10武蔵会館、ね、はい、はい、2階です。2階です。よろしくお願いします。バクさん今回も、はい、後日よろしくお願いします。相方をどうぞよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。